どうもこんにちは、こんばんは、青いゲームです。ということで今回もですね、ドラクエヒーローズ2の実況プレイやっていきたいなと思います。言えたよかったよかった。ということでですね、で今回なんですが、このね髪の毛こうかき上げたこの露出高めのお姉ちゃんですね、オルネーゼさんですか、オルネーゼさんと一緒にですね、これなんだっけ、ゼビオンか、ゼビオンのとこに行けって言われたんだね。それじゃあ早速ゼビオンへ出発しよう。ゼビオンにはオレンカを北に進んでいったらいいんだね。はい、ゼビオンか、行ったことないねって。やっぱり世界のどこからでも見えると、世界のどこからでも見える塔があるんだって。伝承の塔、なんかちょっとなんかありそうだね。あそこたちに、私たちがこれからお会いするゼビオンを7つの国を束ねるメイシュ様がおられる。じわじわたぎってきたー、バシッと。これさ、じわじわたぎってきたーって毎回出てくるんだけど、何このこの青さんのな口癖じゃないけど、何決め台詞みたいな感じかな。うん、メイシュ様に話をつけて、オレンカとジャイワールの戦い終わらせてやるぜ。これなんか理由があるんだよね、多分ね。さあ来た。てかほんと綺麗だね、これ2016年のゲームと思えない。だからドラクエ10と同じぐらいのこの綺麗さよね、ほんとね。おっと、そういえば自己紹介がまだだったねって。私はネルオーゼ、ゼビオンにお仕えしている戦士さって書いてね。お会いできて嬉しいわって。オルネーゼさんって赤き戦士、オルネーゼといえば知らない人はいないぐらい。あ、すいませんでした、ちょっとなんか露出もちょっと高い、ただのお姉ちゃんだと思ってましたが。そんなに持ち上げなげてくれ。それにこれからしばらく一緒に食べするんだ。私のことはオルネーゼでいいか。これ PV に出てたよね、いたってことは最後までずっといいのかな。それであんたたちはジャイワールの出身で、いとこ同士っていうところまでさっきを聞いたが、なんか双子のなんとかって言ってたから、この二人は絡んでくるのかな。私はテレシアで、彼はアオさん、二人ともジャイワールの士官学校の生徒よ。はい、まあ俺は今オレンカの留学中なんだけど、なんて。ちなみにこいつはジャワールの学校で永遠の学級委員長って呼ばれてるんだぜ。何それ、どういうことだろう。変なこと吹き込まないでよって。可愛くねこれ。なんか光が当たるとなんかもうより一層ピンクだね。これは楽しい旅になりそうね。それじゃ早速出発しか行きましょう。お姉様、お姉様、気持ちのいいところで天気もいいし昼寝するには最高なんだけど、今じゃそれどころじゃないか。そこはいたずら好きな魔物も多いからねって。のんきに昼寝なんかしてると蹴っ飛ばされちまうかもしれないよっていうこと。めちゃくちゃ綺麗だね、ほんと綺麗だね。昼寝する暇があったら訓練にいそしみなさいってことよ。さあ先を急ぎましょう、さあ行きましょう。町やバトルステージなど目的地に向かってか、フィールドを移動します。フィールドの移動してる間は戦闘状態と非戦闘状態、どちらかの状態になります。魔物と戦っている間、戦闘状態になる、戦ってないとか非戦闘状態になります。戦闘状態は MP のみ、回復していきますが、非戦闘状態になると HP、MP ともに一気に回復。あ、なるほど。ってことはやばいと思ったら逃げたらいいのかな。さあ来た、かわいい。聞いたって、よっしゃ、スライム出た。こうなると待て、武器を収める、構える。キャラクターには武器を収めた状態と敵ごとに武器を構えた状態があります。最高のアクションする、攻撃アクションするか、魔物に攻撃されると武器を構えた状態になります。カメラマンしばらく攻撃しなかったり、近くに魔物がいないかったりすると自動的に武器を収めます。武器を収めてるとき、移動中に R2 ね、押すとダッシュすることができます。だって OK です、分かった。これはダッシュするらしい。あ、ダッシュできる。これはスタミナないんだね。スタミナないんだね。モンハン的なやつもないんだね。さあ行こう、普通に。さあどこからどう行ったらいいのか。いいね、これさ、レベルもう全あ、なんかちょっとピカンピカン、いや、ピカピカしてたのは何だろう。オッケーウェイ。綺麗。これあれかな、俺思うんだけど、これさ2まで出てるじゃん、出てるじゃん。これあれだね、3出たら、あ、なんだこれ、不思議な石みたいなものが浮いてるけど、いざないの石碑だって。あ、うん、い、いいに、いや日本語苦手か、お前。イニシエ時代に作られたと言われるもので、ルーラーを使う時に移動先になると。ルーラーってワンって、なんかルーラー習得クエスト的なやつなかった。離れた場所一緒に移動できる呪文ネタ、確か唱えるには特殊な石、ルーラストーンが必要だったが、わ、覚えてねえな。それは便器な呪文だなって。そのルーラストーンってやつはどこで手に入るんだい。残念ながらそう簡単に手に入らないよ、とても貴重なものだからねって。まあ各国の王なら持ってるかも。あ、
各国の王に何かあったらもらえるってこと。今後ルーラストーンを手に入れる機会がないとも限らないさ。ってルーラストーンを手に入れるようになった時はここに戻ってこられるよ。石碑に念じて移動先として登録しておくといいだよ。だって、なるほど。フィールドイザナイの石碑と呼ばれる不思議な力が不思議な石が浮いてることがありますよ。イザナイの、あーなるほどね。移動先をこれこれいいね。これ結構なんだこれ、なんだ、あなんかいた、戦ってくる。あ、じゃあごめんごめん、味方だったごめん、クギュークギュー、ごめん敵だと思って丸。これを解放したってことしとけばいつでも、これマップとか見れないのかな、全然見えないね。アクション一覧、あーなんかある、片手剣全個、ジャンプ切り、あーなんかあるんだね。待って、戦歴、強さ、全員一人しか見れない。これレベルはあるからやっぱレベルは上げた方がいいのか。これもうワン、ワンがさレベル上げたんのか。極上ソルトを手に入れた、ソルト、もう全然覚えてねえよ全然覚えてないわ。ああそこになんかいる、倒れてる、なんか倒れてるのがいる。オッケー、あ寝てる、あ寝てる、ピエールが3体寝てるピエール、あでかくね、重いのか下の方が、下がでかい、強、あ強いかな、ああ強いかも、ああこれ手出しちゃいけないやつだった、そんなことない、大丈夫、オッケーオッケーオッケー、26回でした。なんかこっちになんか、これなんだ、いけ、ん、待ってちょっと待って、なんか敵が多分いるんだけどいけない。あーキラパスキラ、モモちゃんがいる、モモがモモ、モモがいる、モモが、来いモモ、のの乗れねえかな、モモがいた、モモがモモちゃんいた、モモちゃん、あモモちゃんいた、あれ乗れないのかな。いけないってことはまだ行くべきではないってこと、まだ行けないってこと、どっちなんだろう。まあいいや、これなんかルーラストーンがで登録がどうこうって書いてあったってことはもう一回ここに戻ってくることもあるってことかな。これごめんね寝てるとことんでもねえ起こされ方だな。オッケーあ終わった、飛んでった、飛んでってはないか。オッケーオッケーオッケー、よしよしよし、強いね。これレベル上げないと進めていけないぐらいの難易度になってくんの。あーごめんピエール、ごめんピエちゃん、ごめんピエちゃん、仲間になってくれんかな。えそうドラクエやったから今の僕ならこんなことも言えるんだぜええそうだね、ピエールに、ピエールに思い出を話ができるぐらいのあれだぜ、プレイヤーになったんだぜ。待ってこれあいつピエールじゃないか別に本名がピエールじゃないのか。全体マップを切り替えます。マップに旗が示される。これどうしたら、どこ行ったらいいのか分かんねえな。ボスとかいんのかな、一エリアにボス1体とかいんのかな。まあ、いや普通に行きましょう。煉獄切り、煉獄切り、いいね。これ煉獄切り結構好きだよ。ほらなんかこう遠くからこうなんだろう、やってる感じ、この卑怯な感じがあ、またピエールごめん。オッケー、あとなんだろうな、キラーマシンとか出てきたらテンション上がっちゃうかな、もう俺やっぱりちょっと、うん、ちょっとキラーマシンとか出てきたらちょっと私ちょっとドキドキしちゃうかもしれないちょっと待ってねーと、今回ね、今回テリーさん出てくるのもちょっと結構楽しみかな。あ待って、なんか書いてある、北の方角だってこっち、あほらどこからでも見えるだってね、すげえ超高い、世界のどこからでも見えるって言ったから多分、何、あなんか人がいる、なんだ、ゼミオン行くところですが、ちょっと気になることがあるのでお伝えしておきますが、これ魔物がなぜか一匹も見当たらないのです。それはそれで安全ということなんですけども、君仲間にならないかなんかヒーローズ2、なんかキャラクターめちゃくちゃ可愛くね、なんかキャラデザイン超いいよね。嫌な予感がしてこの先ゼペオン行く気になれないのです。皆さんその進まれるならお気をつけください。だってなんだ、どういうこっちゃ、本当に行くのですか。いえちょっと待ってちょっとそう言われるとなんかあんのかな。ちょっと待って、こっちはもう何もないのか、行っちゃいけないとかあんのかな。あっちはダメだ、あそこ見て、またマップってどうやって開くんだこれ。オッケー、マップが開、マップが開、まあ いやちょっと待って、あ柱忘れた。
ここさ、あ、また宝箱あるじゃん。これなんだこれ。宝箱あるじゃん。あ、漬物石だって何使うの。これ合成的なやつあるのかな。さ、なんだ。ミミックではない。あ、なんかあっちもあるけど、あっち行けねえじゃん。ほら、あれどっか回っていくのかな。でもさ、うん、行けてないとこないよね、別にね。まあいっか、今のとこ、あ、寝てる寝てる、かわいい。あ、動く動く。サッカーやろうぜみんな、サッカーやろうぜみんな、サッカーやろうぜ。あれ待って、こう、いや普通に今のとこ行くしかないよね。今のとこ一方通行だと思うんだけど。待って、走ろう走ろう走ろう、走る癖つけないと。忘れちゃう忘れちゃう。まあなんかあるよね。確実に敵は出てくるよね、あれね。敵は確実に出てくるよね。行きましょう。あの、なんか奥にあるさ、あの青い、祈りましょう。あ、イベントが始まった。この先を抜ければゼビオンはすぐそこ。あと少しだ、あと少しだ。もうすぐね。ゼビオンの伝承の塔には一度行ってみたいと思っていたの。伝承の塔か、あれだけ高いんだ。てっぺんまで登るには何日もかかっちゃうんだろうな。まさか普通に登るつもりなの。よし。あ、どうしたの。かわいい。何か近づいてくる。森の中からだ。なんだ。ああ、どこどこだ。早くね。あれ、こんな早く出てきたの。あ、なんだっけ、正義のそろばんだっけ。こんなことまで言えるようになった。どうしたんですか。トルちゃん、どなたかは知らないが、ちょうど良いところへ来てくれました。ちょっと面倒なことになってしまいまして。どうしたん。面倒なこと。あ、確かに面倒な奴らに目をつけられちまったね。いやはやそのようで。神田なんだ。こうなったら仕方ないな。付き合うぜ、おっさん。トルネコや。あ、いきなり戦闘が始まる。なんかもう大灯台で久々に会った時の鳥の子と同じぐらい今ちょっと嬉しいんだけど。なんだけど4章だったっけな、5章だったっけな、覚えてないけど。大灯台の1階にあの、よーしゃ、またゴロつきか、ゴロつきだ。待って待って、運が悪いね。ちょっと待った、よし、これは多分近いところはこれ、これね、これね、これね。派手だね、派手だね。ジャンピング、よし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 。これレベル2だ、やばくね。レベル2ってこれってすごくね。天才だろこの子ら。あ、終わった。本庄を見せろ、本庄見せろ。トルネコもあれなのかな、謎のおじさん。おっさん、これでもう大丈夫だぜ。オッケー。これでも、いやはや助かりました。え、早くね。なんとお礼を言えばよいやら。礼を言うにはちょいと早いみたいだよ。近くにまだ敵の気配があるからね。ラウンド2ファイト。なんかね、いた、ガサゴサ聞こえる。本当だ。何がいる。茂みのあたりから何か聞こえるわ。何かがいる。茂みのあたりから聞こえるときは戦闘秘書出てきなさい。ほら、もうバレバレなのよあなたたち。あなたもそう、出てきなさい。いや、あ、なんかすげえ、なんかちょっと攻撃された。こんなところに隠れてやがる。でかくね。ちょ、体格とのの茂みがちょっと大きさおかしくないか。あそこに隠れられてないだろ絶対。ちょっとでかすぎないか。ちょっとやめて。よしよしよし。これさ、青さんだったらなんか炎じゃないのかな。なんかドラクエ、あ、違う、ヒーローズ1だと俺女の子使ってたよね確かね。そうだよね。なんでリアルも男なのに、なんでゲームの中の男のケツ見ながらゲームしてるみたいな、なんかわけのわからんこと言いながら女の子のキャラクターやってたと思うよ。すごい理由、すごいすごい理由だな。確かワンでそんなこと言いながらやってたような気がします。そんな感じで、そんな感じでね。いいねいいね、なんかいいねいいね。あんま考えないでポチポチできるのもいいね。なんかでもすごい技、なんだったっけな、なんか多くねえか。よし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 。結構お前らどのこのデカさであの茂みに何体隠れてたんだよ。ちょ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 、よしオッケー。ちょっと必殺技オッケー、そう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 、いいよいい、それこ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 れ、ビルダーズでいうとこのクルリンパね、クルリンパ。オッケーオッケー、そうそう、こう、そうそうそう、いっぱいいるよ、こう回る、回って回って回って、そうそう、回りなさい、そう回りなさい、もっと、そうそうそう、いい感じいい感じ。
なんかいっぱい来るな。ま、ちょ待った、待ってごめん。おい、そっちは大丈夫か？ MP 足りね。なんか、なんか難度高いのか。もしかしてあれか、あ、ごめん回復してくれてる。釘ありがとう、釘ありがとう。待ってくれ、よし、OK。あそこの青いなん、後ろに見えるあれなんだろうね。ちょ待って。うわあ結構強くねえか。なんか一人なんかハイテンションみたいになってる。俺もハイテンションになりたい。俺もハイテンションになりたい。ギガスラッシュ打ちたい。レベル1なのに強くてニューゲームのギガスラッシュ打ちたい。やめて。また1、2、3。これで OK。よーし。ちゃんとね。連打だけじゃなくて。OK。はい、OK。また。1。よーっしゃ。誰がやったのか知らないけど。ナイスだ。結構出てきたね。10体ぐらいいたね。なんとか片付いたわね。なんとか片、かわいい。いや、皆さんのおかげです。アトルちゃん。私一人では一体どうなっていたこと。ネネさんどこに置いてきたんだい。ところでおっさん、一体何者だ。随分と大荷物みたいだけど。おっと、これは名乗りもせず失礼しました。私はトルネコ、エンドールから来たしがない武器屋です。エンドール。エンドールって言葉でちょっとね。ちょっと似合ってしちゃうね。やはりご存じないか。しかしこれではっきりしました。どうやら私は伝説の武器を探して冒険するうち別の世界に迷い込んでしまったようなのです。ここのこと。それじゃああなたはこことは違う世界から来たってことなの。これはまたワンやろうか。こう見えて私は大の冒険好きでして、世界の地理にはそれなりに詳しいのですが、この辺りの土地には全く見覚えがないのです。それで不安になって帰り道を探しているうちにあの連中に絡まれてしまったというわけで。なるほどな。それで追いかけられてたってことか。それにしてもどうやったら別の世界へ行くことができるのかしら。元の世界への帰り道もわからないんでしょ。はい、トルネコだったね。とりあえず私たちと一緒にゼビオンって国へ行かないか。ゼビオンの王は物知りな方だ。もしかしたら元の世界へ帰る方法をご存知かもしれない。それにゼビオンには世界中からいろんな品物が集まってくる。お目当ての武器も見つかるかもしれないよ。おお、そうだな、そうしろよ。さん、おっさんよ、共に来るがいい。おっさんじゃなくてトルネコさんよ。おめの可愛いな。それに来るがいいだなんて失礼でしょ。一緒に行きましょう。こっちの世界のことは全然わからないんでしょ。可愛い。なんとありがたい。あなた方のような強い人とご一緒できるなんて本当にラッキーですよ。それではお言葉に甘えてしばらくの間よろしくお願いいたします。あ、てるてる坊主がついてたけど、細かいな。てるてる坊主ついてたね、今ね。いや、もうやっぱ、やってよかったかもしれない。楽しめてる。あー、今、ワンやっても、ものすごく楽しめそうだな。ところで、どうしてゼビオンへ。今、この世界の2つの国、オレンカとジャワルの間で戦争が起ころうとしているんだって、私はそれを止めるために世界を束ねる、メイシュ様のお力を借りるべく、ゼビオンに向かっているところなのさ。そんな大切なお役目のさなかとは知らず、先ほど本当にありがとうございました。最高、ゼビオン目指そう。トルネコは使えんのかな。あ、トルネコも来るのか。あ、セーブ中だって。ちょっと待って、あれ、トルネコ戦うの。ああ、これ何人パーティーなんだろうね。煉獄斬り好きだな。なんか遠く、ちょっと待って、それ前にあれはなんだ、これなんだろう。なんか今アークデーモンって書いてなかった。レベル2でアークデーモン倒せんのか。おい、珍しいね、こんなところに結界があるとは。魔物が作る不思議な壁ねって、確か近くに作り出した魔物がいて、やっつけると消えるんじゃなかったっけ。だってよくして、でもパッと見たところ近くに怪し者いないみたいだねって。今放っておいてゼビオンって、あ、これあれなんだね。今はないんだけれども、見て、ほらアークデーモンいるよ。ほら絶対勝てないよね。これだからルーラーを登録しろみたいなこと言ったから、一回戻れってことなのかな。ワンの時ってそんなやってたっけな。やってた俺。もうワンも忘れちった。めちゃめちゃいますよ。
いいんですか皆さん。ピエールが5兄弟ぐらいになってますけど。オッケー。あ、いいね。いいね。よし、オッケー、オッケー。はい、オッケー。待て待て待て。あ、歌ってる。なんか違う。なんか、こいつらなんかさ、見て、なんか楽しそうじゃん。こっちが悪者みたい。あ、見て、あそこの真ん中に、煉獄ギア。わー、すげー。ごめんね、ごめんよ、ごめんよ。そうだ、でも襲ってこなかったの、襲ってこなかったもんね。俺が悪者か、これだと。1、2、これが好き。あ、こっちじゃないな。好きなやつもいいよね。これはこのまま入っていけんのかな。どこ、ゼビオンってどこだ、世界一。ここで、あ、まだ、いや待った、違う、なんか中間地点みたいなやつか、そこ。でもレベルも上げないとね。お金もある、お金も。よいしょ、で、こっち、あ、レベル上がった。レベルも上げないと強い敵とかいんのかな。俺裏ボスだ、いやごめん失敗した。裏ボスとかいんのかな。ワンも多分そこまでやってないんだよね。ワンやってるけど、ドラケシリーズやってないからさ、そこまでこのよく分かんなかったんだよ。いや失敗したね。やっぱね、作品ちょっとね、作品やってからやりましょう。まあまあいいんだけどね、それだけでも楽しめるからね。まあいいんだけど、まあ数倍は楽しくなるよね、その物語してたら。待った、どこだ、ここいいのかな。待った、来ていいのかな。まあでもなんか後々また来そうな気がするからさ、あれかなと思うんだけど。でも今んとこだって、ちょっと待って。まあいいか、行くか。まあどっちまた来るでしょ。まあレベル上げとかどうせしなきゃいけないと思うから。入った、これでいいのかな。もっと戦闘したかったな。まあいいか。まあこれから いっぱいあるんじゃないですか。ちょっと待って、ちょっと待って、ちょっと待って。これ外出れんのかな、好きな時に。来たー。ゼビオに到着だ。さあ、メイシュ様、お日様とだけあって、すごく賑やかで綺麗な街ねって。この街でいよいよメイシュ様と対面できるってわけか。それじゃ早速会いに行こうぜ。ご多忙の方でな、いつでも会えるというわけじゃないんで、ひとまず私が連絡しておく。だって珍しい品物がないか物色してきます。だってまた用があったら戻ってまいります、ということ。これ一旦外出れるのか、ちょっと出てみたいね。この機会に俺たちの施設を見て回ったり、教会でお祈りしたりしようぜ。だって教会って、これでセーブポイントってどこだったっけ。教会だったっけ。俺忘れちった、ゼビオ。よし、行こう。どこに行っちまうつもりだい。だって、あ、遠出はしないでくれって言われちゃった。これ装備とかってなんだ、これ。この赤い旗なんだろうね。これクエスト、クエストなんてあったっけ。クエスト、あ、今はやってないようだ。なんかやると出てくんのかな。あ、なんかちょっと、おー、びっくりした。ゾンビかもと。スワが今まだ準備中だって。後々解放されるってことかな。今ちょうどビルダーズのね、4章やってるんす。3章だっけ。そう。このガチムチがいっぱい出てくるんですよ、こうやって。待って、ちょっと待って、どうしよっかな。子供が遊んでる。大きくなるよね。門の先へは行っちゃいけないって言われてんだ。あー、早く行ってみたいな。こっちでもなんでもない。あ、待った、なんだ、なんかもちもち気になったのが、まさかツザールでとあんな形です、ん、まさかツザールとあんな形で再会する。ツザールってあれか。まあもしかしてあのツザールはもう軍を率いていたなんて。何年か前まで俺たち一緒に やんちゃ、あれは知り合いなのか。ごめん、全然見てなかった。前回そんなこと言ってた。あ、知り合いなんだ。王子様なんだ。あれ、士官学校で一般人の、それも後輩の私たちとたくさん遊んでくれて。俺とツザールはよくバカやって、いつもはテレシアに怒られて、なんだかんだで3人いつも一緒だったな。だってツザールとたることなんて ならないよね。なることなるだよね。なるよね多分あれね。俺たちはこれから名手様に お願いしに行くんだろうって。今回の騒動が落ち着いたらツザールと会って、久しぶりにまた3人で。え、ツザールくんは仲間になんのかな。これは多分このマークのところで喋ると。あ、出た、立夏の宿屋だって。もうすぐオープンする予定だって。
オンラインで使う名前を決めてください。オンラインって何これ、まあ、ちょっとよくわからん。いってらっしゃいませ。ちょっと待って、よくわかんない。ちょっと あとゆっくりやろう。オンラインの名前、オンラインなんてあんのこのゲーム。え、このゲームオンラインなんてあんの。オンラインがどこじゃない。いや、まあいいや、別に。まあ、あとで見よう。ここまでの自分で持ってる武器を見た目を過去の手に入れたことある、武器の見た目に早速変えられるようにしてる。なんかもうこれ聞いてるとちょっとガチャやってるような気がするわ。欲しいドラの。モノマネーだって。あ、オッケー、大丈夫。そこはまだいいや。あ、ここに来いって言ってたから、ここなの。これか。転職所？転職ってシステムなんて、転職なんてあるの？ダーマの神の力を借りて、あなたの今の職業を見定めて差し上げましょう。戦士ですね、しばらくこのまま戦士の道を。え、マニ、それ、転職システムなんてあったっけ？これもしかしてものすごいやり込み要素がめちゃめちゃあるんじゃないのこれ。あなたスキルポイントを隠して おられるようですね。スキルポイントをレベルアップすることに。うわー、スキルポイントなんてあったっけ。スキルポイントはあったと思う。なんだそこで話しているの聞こえちまったのが、お前さん戦士なんだって。だったらこいつを譲ってやるよ。なんか来た、ガチムチが来た。双剣、男戦士の剣を手に入れた。盾、斧、女選手、なんかよくわかんないけど。俺も選手になったが引退したところでなーって、いらない武器の処分に困ってんだ。ぜひ活用してやってくれよ。だっていや、ありがとう。ちょっとよくわかんないんだけど、装備変えれんのかな。男剣士の盾持ってるもんね。オーブ、アクセサリー、なんかね、お金稼ぎはしたような気がするんだ。今ちょっと待って、なんか今ん、作戦じゃない、あのね、装備、リルク、ジュリエッタ、あれこれ何なの、これ前回のキャラじゃないのこれ。え、違うの、多分そうだよね。あれこれ何なの今の、見ていいんだよね今のね。ちょっとわかんねえ。何言うだ。強そうな、わしは武器の達人、重きし素手で戦ってるように見えたんだけど。武器の熟練度を上げて私の元へ来れば、その時武器の熟練度に応じた特技や呪文を授けてやろう。まずは詳しく考えずに肌に合った、だって武器を使えたって。我が弟子よ、よくぞ来た。いやいやいや、弟子って勝手弟子になってんだ。目を閉じるがいい。むーはぁ、これを授けよう。あ、なんかそっか、これで覚えていくのかな。オッケー、ありがとうございました。熟練度と言います。熟練度は敵のダメージを与えることで上昇していきます。あー、なるほど。ゼピオにいるこの人ね、師範と話すことでその時の熟練度に似た新たなスキルを習得できます。はい、わかりました。へー、まあ今チュートリアル真っ只中って感じだね。ちょっと待って、これセーブできんのかな。あ、かわいでも誰見てもかわいい。いや、今回キャラ出た、ちょっとこれかわいくない。私はあらゆる人たちを救い当たるべくこちらへ活動しております。冒険中にこれまでのことを記録することができますよ。だっていらしたのは初めてですね。お近づきの印にこれを差し上げましょう。ホイミストーンを手に入れた。あ、ホイミストーン、いや覚えてない、なんだろうね。傷を癒す不思議な力が宿っております。どうか今後の冒険にお役立てくださいね。だってホイミストーン、R1 を押しながら方向キーを押すとホームストーンを使って HP を回復できます。消費されますが、ゼビオンを出発するときやバトルを始めるときに元通りに、あ、なるのね。 OK、 ホイミを魔法ってことで改めましてということで、あ、来た来た。さあということで今回はですね、この辺で終わりたいなと思います。ちょっとね、あれ、いや、1をちょっと覚えてないんですよ。ほんともう 1,3,4 年ぐらい前だったんで、ちょっとあれなんですけども、あれ転職システムとかなかったよね、多分ね、わかんないですけど。ってことで、なんか分かったのが、めちゃめちゃこれやり込み要素がすげえ、今までの普通のドラクエシリーズと同じくらいやり込み要素があるんじゃないのかな、ちょっと思ってますが。まあということで今回この辺で終わります。よろしければチャンネル登録、そして高評価の方もお願いしますね。それでは皆さん。